久保さん。いい借金と悪い借金。これ、みんな分かんなかったんじゃないですかね。大体、ちょっとお金がないからっ、つって。何すかね。今日、今日というか今月をしのぐためのお金を借りるっていうのがほとんどじゃないですかね。でもこれ分かりやすく言って、やっぱ事業ですよね。銀行からもう何千万とか、あの、融資を受けて。 まあ、もしくは投資家が、投資家さんからお金を、融資をもらって、で、事業をするっていう。うん。なまあ、新しく何かを生み出せるわけじゃないですか。もちろんそれが100%成功するかわけではないですけども、そのお金の使い道っていうのは何かを生み出すものですよね。多くの人は借金するときに、生み出すものじゃなくて消費する。消費を、消費に対して、うん、こう、なんですかね。あの、 補填するみたいなね、うん、消費するんだけどもそれが足りないから借金するみたいな感じですよねうんだから昔ねあのアメバ TV だったかな会社は学校じゃねえっていう番組でね僕めっちゃ好きだったんですよドラマで結構バズったんですけどねで2も出たんですけど2はあんまり微妙でしたね一番最初のやつと超面白くてでそれは投資家さんにお金をこう あの起業する時にねこう回るんですけど「あのこれ食えるか?」っつってねスパゲッティかなんかこう地面に投資家の人がねスパゲッティこうなんか地面に落としてこう食える食えるかともう食えたらお貸してやってもいいよみたいなってね <laughs> で、まあ、その主人公の人がその下に落ちたねあの食うんですけど でも、その仲間もね、食べるんですよ。で、その仲間を食べてる姿を見て、投資家の人が、いや、お前はなんか持ってるなと。普通、その仲間も食わんぞと。お前はなんか持ってるから、じゃあ、あの、貸してるって言ってね。で、融資受けてあ、投資してもらってね。うん。で、まあ、事業始めるみたいな。結果的に、ま、それで、まあ、いろんなことはあるけど、まあ、成功していくんですけど。うん。だから、まあ、ま、あ久保さんも、 消費するための借金をして塾に入っていたら、まあ塾に入るっていうのは消費するためのものではないと思うんですけど、なんかその何かを生み出す、まあ自己投資ですよね。何かを生み出す自己成長するためのお金の使い方っていうのは、借金っていうのはいいとは思うんですけども、まあ、多くの人はそのために借金しないんですよね。 生活をなんとか担保するために借金はするけども、自分を成長させる、自分から何かを生み出すための借金っていうのはあんまりしないんですよね。で、お金がありませんっていうね。で、本当にお金がなくて生活に苦しい時はお金をどっかから借りてきて、その生活に充てる、補充するんですよ。で、そのお金は借りるんですよ。だけど、お金を生み出すためのお金は借りないんですよね。だからいつまで経っても、まあ、現状は変わらないっていう。 いうことですよねだってお金生み出せないんだからだってそのお金を借りたとしてもお金を消費するだけじゃないですかまた補填するだけじゃないですか生活費補填するだけじゃないですかお金生まれないですよねうんだからまああのお金を生み出すね投資をするべきですよねだけどあのこれも考え方次第なんですけどもあの僕はお勧めしないですね 何がお勧めしないかっていうと、お金がないのにお金を借りてきて、えー、x するとか、あの、仮想通貨買うとか、ね。確かにまあ、お金が増えるかもしれない投資ですけども、それは不確定要素があるので、まずは僕はスキルをつける。スキルをつけるっていうのは、不確定要素でも何でもなく、自分が勉強すれば、勉強して実践すればスキルはつくんで、どれだけ自分が知識あっても、スキルがあっても、ビットコインは上昇するのか、上昇しないしな、ね、い。 うんまあ、予測、予測するっていう知識だったりとか、相場を見るっていうのはまたスキルかもしれないですけど、まあ不確定要素が強いんですよ。うん。でも、あの自分のスキルはアップするっていうのは自分次第なんで、だから自分次第か相場次第ってどっちかですよね。自分次第なのか相場次第っていう。うん。でもこの考え方も、まあ、あの、まあ、相場を見るスキルっていう考え方もありますけどね。でもそのスキルも結局、 あの、ウォーレン・バフェットですら100%はないですから。三大投資家の人でも100%相場を当てられないと思うんで。でも100%やれば、1 0自分のスキルを上げようとすれば、あの、上がりますからね。うんだからまずは確実なものをに投資していく。で、その確実なものでしっかり確実に結果を出していく。で、その結果をもとに投資やればいいんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。